2010FIFA ワールドカップ南アフリカ大会グループリーグ初戦が間もなくスタートします。皆さんこんにちは、西岡明彦です。解説は岡田武史さんをお迎えしております。岡田さん、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。さあ、ついに掴んだワールドカップでのスターティングメンバー、さまざまな人々の思いや願い、そしてもちろん自分自身の思いを背負って、いよいよ戦いの火蓋が切って落とされます。まもなくキックオフです。中村、前には焦りません。松井、長谷部、中村、しっかりキャッチ。これはミスになりました。主審がゲームを止めます。オフサイドです。そうですね、飛び出すタイミングがずれましたね。本田圭佑、日本のスローイン、パスコースにはディフェンスがいます。ジェルビーニ、長谷部、ここには中村、体を当てて取る、奪った。中村、これは厚みのあるアタックになりそう。バカリコネ、ジェルビーニョ、激しく寄せてボールを取った。松井、さあここは本田圭佑、本田圭佑がプレーに絡んでくる。中村、クロスが上がった。ボールはディフェンスがクリア。ジェルビーニ、さあどうだ、ファールの判定、フリーキックです。周りを確認したい。ここで網にかかる。エブエ、ジェルビーニ、ディフェンスが勝ちました。エブエです。ジェルビーニ、前に出しました。攻守の切り替えが大事です。ゾコラ、ここでキーパーへ戻す。中村俊輔、このパスはカットされます。打った、キーパーはずく。ゾコラ、ロマリック、視野が広い。このボールを奪います。前線にはまだ行きません。じっくりと行きます。松井、クロス来た。ディフェンダーがクロスをさばきます。カルー、強引にフィジカルで持っていった。さあ上げたい。ゾコラが行きます。パンチングで弾きました。これはパスミスになった。仕掛けてきました。ボールをダッシュ、寄せが早い。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。相手に渡ります。カルー、ここには中村、
コーナーキックは日本です。長谷部、これはどうなりますか。つながった。この動きが長谷部です。中を確認したい。ボールパーソンからボールが渡されてゴールキックからのリスタートとなります。このボール中村俊輔です。あっとこぼれた。ボールにはコネ、ジェルビーニ、ロマリック、フリーキックを指示します。選手がピッチに入ります。ロマリック、ファール、いい位置でファールをもらいました。シュートは外れます。ロマリック、ボールにはゾコラ、ドログバ、いやー通りません、通しません。スローインに変わります。これはミスってしまいました。中村、ゾコラ、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。このボールはディフェンスが処理します。ジェルビーニ、いい形を作りつつあります。スコアは0対0。ここでハーフタイムを迎えます。さあ互角ともいえる状況でハーフタイムに入りました。どうでしょう、後半に向けて動きはあるでしょうか。前半終わり間際までお互いに動きが良かったですから、後半開始から動いてくることはないと思いますが、おそらくみんな早めに足が止まってくると思いますので。